はい、こんにちは、長澤です。たまにはね、ミニ四駆じゃない、もう一つの僕の趣味、そうです、こちらカメラですね。カメラのネタもやってみたいと思います。本日ご紹介するのは何かと言いますと、マイクでございます。僕はですね、お聞きの通り声はあまり張る方ではありません。これでも頑張っている方です。これ以上声を張ってしまうとですね、自分の声じゃなくなってくるので、作った声になっちゃうので、なかなかそこまではできません。ということで、僕は一眼レフカメラにマイクをつけて撮影することがあります。かなり前の動画なんですが、こちらオーディオテクニカの AT9941 というステレオマイク、これをご紹介したことがあります。こちらのマイクなんですが、音質すごくいいんですけれども、でステレオで撮れるんですけども、なんかホワイトノイズっていうのかな、なんかこうカメラの方が頑張って音を拾おうとして、入ってるらしいんですけど、サーっていうねノイズがかなり、大きく入ってしまいます。屋外でイベントとかを撮るような音が常に鳴っているような状況であれば全然気にならないんですけども、今みたいなね、こういった感じの紹介動画とか撮っている時にこれを使ってしまうと、やっぱりこう間が空いた時にサーって入るので、いくらカットしてもちょっと入ってしまうんですね。ということで今回使ってみたいと思うのはこちらです。オーディオテクニカの AT9902、ミーティングや取材などに手軽に使える高音質小型ステレオマイクロフォン、ネクタイや襟元ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付きでございます。はい、ではこちらの AT9902 というステレオマイク、開封していくことにしましょう。少々、マイク本体以上でございます。はい、でこちらのステレオマイクを細かく見ていくことにしましょう。はい、今こちらのカメラをマクロモードにしました。ステレオマイクということでね、LR 左右ついております。こう回していくと、ここがクリップになっています。こう回転式ということでしたね。回転させてみましょう。おっ、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 回ります。あ、回って、で、横のところにこう、なんか、くぼみがありますよね。で、このクリップの後ろのところにね、なんか出てるんです。なんか出てるので、これがスポッとはまって、90度で、90度ごとにこう固定できるようになってます。1、2、3、4、4箇所あります。90度ごとに固定。ということで、最初パッケージされている状態では横向きになってますけども、こういった形でね、上から下にかけることもできるようです。で、コードの長さなんですが、1メートル出してみましょう。こんな感じでございます。このぐらいの長さがあるので、例えばこういった形で胸元につけるということもできます。では早速音質を試してみましょう。はい、ということで、カメラを並べてね、録画してみたいと思います。はい、こちらが EOS70D ですね。で、こちらがキヤノンアイビスミニ。どうでしょう、この状態が外部マイクを使っていない状態です。結構評判がいい内蔵ステレオマイクになっているんですが、うまく拾えているでしょうか。画質は素晴らしいですね。背景もちょっとボケてます。すごく綺麗ですね。こんなに肌の色は綺麗なんですか。あ、汚いとこも見えちゃうね。はい、こんな感じで背景ボケます。はい、では早速こちらのステレオマイクを入れてみたいと思います。はい、ステレオマイクを入れました。どうでしょうか。結構ボリューム大きくなったんじゃないかな。ちょっとまだ全然ね、これもう本当に初体験で、全然僕もまだどんな音で撮れているか全然わかりません。ではステレオということで、ステレオ感をちょっと試してみたいと思います。一人で何やってんだろうね。はい、ということで、こんな感じで、録音できるということです。
ちなみに、バッテリーとかはね全然必要ありません。はい、こちらの AT9941 だと、電源が必要になります。ボタン電池を入れるか、例えば EOS70D ですとプラグインパワー方式に対応してますので、バッテリーを入れなくてもつなぐだけで、電源が供給されて使える状態になります。こちらのマイク、AT9902 は全くバッテリーは必要ありません。こちらプラグインパワー方式専用というふうにね、専用って書いてあります。はい、ということでいかがだったでしょうか。これを使ってねミニ四駆動画の方もね、これでこっちで撮っていきたい。ぶっちゃけねこれ買って全然開けてませんでした。3ヶ月以上開けてないかな。確かイノチャンネルのイノさんに会いに行った時、そうですね、謎の達也くんが来店された時に、これを購入したんですね。数日前ですけども、あの時ぐらいに買ったんだけども全然開けてませんでした。使いたいってずっと思ってたんですけどね、使ってみたいと思います。ただねやっぱりこっちの方でね音拾おうと頑張っちゃうんでね、それでどうしてもノイズ入っちゃうんじゃないかなとは思うんですけどね。はい、ということで、こちらオーディオテクニカのステレオマイクロフォン AT9902 の紹介でした。